井上京子は、日本のプロレスラー。ワールド女子プロレス、ティアナ株式会社代表取締役社長。山形県南陽市出身。顔に施したペイントがトレードマークである。全日本女子プロレス所属時代は、体重 100kg の巨体ながら、抜群のスタミナスピードテクニックパワーを兼ね備え、さらにヒールでありながら、他のヒールレスラーのように、 狂気攻撃などの悪どいファイトを行わなかったため、男女の境なしに人気を博した。団体対抗戦時代は、全女を代表して、JWP、LLPW と対戦し、感度に忍ぶとも、シングルマッチを行ったが、もともと対抗戦時代にそれほど興味を持っていたわけではなかった。後年の文献では、全女の選手の中でも、井上京子とアジャコングは、 団体対抗戦であっても、むやみに相手潰しにかからずにプロレスを行う選手であったと評されている。次第に、自らのアイドルであり、国問党のトップで師匠でもあるブルナカの声、一年、先輩であり審議隊ともに双壁と言って良い存在であった、豊田学び声が大きなテーマとなっていった。 1988年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年に、1000年に、年0 0 1年に、1007年に、1008年に、1010年に、1011年に、1012年に、1013年に、1014年に、1016年。 初期にはタイガーマスクのムーブなどを見せることもあったが、ルチャに学びつつ、オリジナリティ溢れるレベルの高い技を、数多くマスターし、女子プロレスラーとしては、という玉のみと並ぶ高度ドで華麗な技を多数持っていた。新人の頃は、ベビーフェイス志望だったが、当時交際していた男性がいたため、全、女時代の三勤に定職し、 その後、男性とは別れたが、ペナルティとして、ヒールになるか、全女を辞めるかを迫られ、ヒールになったと2010年7月23日放送の、ヤジウマプラスにて紹介されている。過去にニドリングネームを変えたことがある。一度目は、アダモイノウエで、二度目は、イノウエ京虎。共に、ブルナカの率いる、国門党に加入した際、ほんの一時期使用している。ちなみに、 これらのリングネームは、地方興業中に改名した後、すぐ本名に戻していて、大都市でのビッグマッチ等では名乗っていないので、あまり知られていない。ちなみに、アダモ井上の由来は、入団当時に、先輩レスラーたちの前で芸を披露することになり、島崎敏郎の持ちネタである、アダモスティを披露したところ、非常に受け、それ以降、アダモというあだ名を付けられたことによる。 師匠のブル中野も愛称のアダモちゃんと呼んでいる。井上京子といえばペイントレスラーとして有名だが、一試合のみペイントの代わりに覆面を被る試合を行っている。だが、覆面が気になり試合に集中できず、それ以降被っていない。2003年プロレスリングノア選手会工業にて、井上正夫が負けたら、井上京子に改名する。 と言って敗北。その後の試合で京子のコスチュームとメイクで本人と共に登場した。現在はレスラー活動と並行して居酒屋、赤湯も経営しており、ネオ時代の後輩も現役、元問わずスタッフとして手伝っている。ありがとうございます。